えっと、今日はスラングについてですね。スラングをやっていきます。えー、っと、そうですね。ここから行きましょうか。はい。ここから言います。cool. かっこいい。すごい。いいね。良いものや良いアイデアを褒めるときに使います。一緒に読んでね。えー、っと、私より早く読めたら先に読んじゃってもいいからね。<laughs> あの、 日本語も読みますね。じゃあこ、こっちにここね。That jacket is so cool. そのジャケット、超かっこいい。Awesome. すごい、最高。驚いたり、何か素晴らしいことに対して使います。The concert was awesome. コンサートは最高だった。Chill. 落ち着く、リラックスする。 のんびりしたいときやリラックスすることを表します。ちょっと待ってね。これなんか書き方がちょっとこの例文の間がどうしようかな。この間ちょっと取っちゃいますか。ね、こういきましょう。これ取っちゃえ。えそしてこれ取る、あ、ちょっと待って。<laughs> えっと、チル。はい。で、こういきましょうね。 chill at home today. 今日は家でのんびりしましょう。Hang out. 遊ぶ時間を過ごす友達と一緒にいることを表します。Do you want to hang out after school? 放課後に遊ばない ?No worries. 気にしないで大丈夫。 大丈夫だよ。心配しなくていいよ。というニュアンスで使います。Thanks for helping.No worries. 手伝ってくれてありがとう。どういたしまして。y a k e s うわ、やばい。驚いたり困った状況に使います。y a k e s i forgot my homework. やばい。宿題忘れた。 ここね sick. めちゃかっこいい、すごい。病気の意味もあるが、スラングでは褒め言葉。かっこいいものに対して使います。That trick was sick。あの技超かっこよかった。バーマン。残念なこと、がっかり。嫌なことや残念な状況を表します。 It's raining. What a bummer. これちょっとこれ、ここびっくりマークでもいいよね。まあいいや。雨か。がっかりだな。Hit me up. 連絡してね。誰かに気軽に連絡してほしいときに使います。あそういうんだこれ。初めて知った。えー、Hit me up when you are free. 暇なときに連絡してね。Same here. 私も同じだよ。使い方。相手に同意するときに使います。I'm tired.Same here. 疲れた。私も同じだよ。スラングは新しい,親しい友達同士の会話やカジュラルな場面でよく使われます。使いすぎに注意しつつ、以下の場面で練習してみましょう。COOL。 いや、awesome で物を褒める。chill や hang out で友達と遊ぶ予定を立てる。no worries や same here で軽い同意を表現する。